ただいま。遅くてごめんね。急に雨が降り出したけど、お客様は多かったから嬉しい。健康を大事しなきゃダメよ。気をつけなさい。はーい。そんなにぐしょぐしょしてるって心配よ。おばあちゃん、配達行ってくるね。すみません。ご注文をお届けに参りました。バケな！
大変申し訳ありませんでした。本当にすみません。お体は大丈夫ですか？ああ、大丈夫だ。それより荷物は大丈夫かい？私は空っぽなボールしか持っていませんでしたので、この近くのラーメン屋さんでよくラーメンの配達に行っています。ああ、なるほど。では、失礼します。礼儀正しいこうだ。時間があったら彼の店に行ってみよう。おばあちゃん、配達行ってくるね。おばあちゃん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。僕の両親のことで。ごめんね、ハンキ。ついさっきこのお客さんから電話で出前の注文が届けに行ってくれるかい？気をつけてね。いつも両親のことを聞いてると話をそらそうとしてる。何かを隠しているのだろうか。ここが家か。でかい住宅だな。門の方にも鍵かけてるし、ここから叫んでも聞こえないかな。すまない、びっくりさせたかい。私は小血。ここら辺のは私が北京大学の心理学講師だって知っている。ヒロは渡り合ったけど、君は学校行ってないようだね。雨にもかかわらずよくここまで来たな。大丈夫かい？はい、全然大丈夫です。これをつかないさい。はい、ありがとうございます。どうして学校行ってないの？小学の学費が政府の負担となるはずなのに。学校では友達と先生に変な子だって言われてました。この白髪と目の動きと早い喋り方で
よくいじめられって。馴染めないまま、授業もわからなくなってきました。ああ、なるほど。それに、教科書の代金もなかなか払えないし。だからやめて、おばちゃんの店を手伝おうと。坊や、おばあちゃん以外にお父さんとお母さんはいるかい？おばあちゃんから何も来てないです。学校に行くのが辛いなら、ここで勉強してもいいよ。え、本当ですか？ええ、それでもし君が本気だったら、大学まで私がお金を出してあげよう。ありがとうございます。後でおばあちゃんに行ってみます。
Thank you.